ドラゴンクエスト10、実況者のエテポンゲーです。こんにちは。ドラクエ10復活しまして、今グランゼドーラ王国までやってまいりました。ただの、報告動画です何をするというわけではありませんが、今現在、グランゼドーラ王国におります。はい。で、今強さ的にはね、こんな感じ。道具使いをね、メインにやっております。レベル73で、80までね解放はしております、で、まあとりあえず当面はね、ストーリー進めつつ、ストーリー進めつつね、レベルを上げないとね、いろいろコインボスとか、まあ言っても勝てないし、まともに戦うこともねできないと思うんでね、まずはねやっぱレベルを上げることと、兼ねてね、ストーリーを今、どんどん進めている状況でございます、で今ちょっと所属ね、チームこの前ちょっとそのマグロを釣るイベントがあって、その時にね、街をうろついてたら急に声かけられて、チーム入りませんか？あ、なんかエテの知り合いなのかなとか思いながらちょっと話聞いてたら、どうやらね、全然ね、知らない、人だって、ね、勝手に思い上がって、勝手にねちょっと 有名実況者気取りをねそこでちょっと出しちゃって、あれってよくよく話聞いたら、って感じだったんで、あ、じゃあよろしくお願いしますということでちょっと入らせてもらっている状況なんだけど、まあ今後ねフレンドとか増えていって、そのみんなでチーム組もうぜってなった時、にはちょっと新しくチーム作る予定でいます。はい。そのことはね全部誘ってくれた人にもね、僕実況者なんですけど大丈夫ですかとか、高校でっていう説明はもうしてあるんでね、問題ないんですが、はい。で、一応フレンドね、募集しようと思います。フレンド募集っていうか、フレンドになってくれませんかこれ ID はこのエテポンゲ BY132752、 これを出しときゃいいのかな。今現在フレンドね、やっぱ復活したっていうだけあって、もう1年2年ぐらいやってなかったもんだから、まあいなくなってる人もいるし、もうやっていない人もいるしね、すでにね、まあこの中でもまだ何人かやってる人もいるからね、その生存確認も兼ねてね、生存確認も兼ねて今一度フレンドになってくれる方がいらっしゃいましたら、エテのねこの、BY132752 まで、申請お願いします。はいね。でちなみにまだね、エテバージョン1と2の1と2のやつしか持ってないから、3を買わなきゃいけないんだけど、3を買ったらね、そのスゴロクっていうのができて、それもやりたいんで、ちょっと早急にね、まあまあすぐ買えばね、いつでも3はスゴロクはできるんだけども、やっぱりストーリーをねしっかりクリアして、2をクリアしてから3買おうかなって思っています。はい。まあ、そんな感じですね。なのでね、当面はちょっとストーリーを進めていきつつ、レベル上げやっていきたいと思います。はい。みんなでコインボスとかさ、スゴロクとかさ、やろうぜはい、以上です。以上、ドラクエ10エテポンゲ報告動画でした。